皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学社会3問クイズ、今回は室町時代の内容になります。1番、鎌倉幕府が倒された後、後醍醐天皇が行った政治、これを何と言いますか。2番、日明貿易で倭寇と正式な貿易船を見分けるために使われた藍札、これを何と言いますか。3番、1392年南北朝の内乱を終わらせた室町幕府の3代将軍は誰ですか、とこういう問題です。皆さんはここで一度動画を止めて正解を考えてください。考えた後で動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこちらです。鎌倉幕府が倒された後、後醍醐天皇が行った政治、これを建武の新政と言います。この建武の新政というのは武士の反感を買って短い間で終わってしまいます。失敗でした。2番、日明貿易で倭寇と正式な貿易船を区別するために使った札、藍札、これ官号と言います。官号を使ったので官号貿易とも日明貿易は呼ばれています。3番の、南北朝の内乱を終わらせた室町幕府の3代将軍、これは足利義満です。金閣寺を建てたことでも有名ですね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。